こんにちは。にゃんたく訪問のお時間がやってまいりました。懲りずに続けてとうとう10回目となりました。ありがとうございます。まず1軒目は4階建てタワーマンションにお住まいのあわすけさんとさんきさんのお宅にお伺いしようと思います。見事なタワーマンションですね。これなら耐震構造も完璧です。3階にお住まいのさぬきさん、住み心地はどうですか？さぬきさん、タワマンから平屋一戸建てになってしまいましたね。2軒目は2階建てアパートを訪問したいと思います。あれ、ひょっとして先ほどのサルキッチさんじゃないでしょうか。サルキさん、サルキさん、あれ、あ、あわすけさんも、ああこちらに引っ越されたのですね。なるほど、仲良しでいいですね。3軒目はってあれ、ここ住宅なんですか？あれ、家主さんコロコロ変わってますね。え、家主さんですか？あれ、また、え、一体誰が家主さんなんですか？え、どういうことでしょうね。いろんな方が住んでらっしゃるんでしょうか。ああ、カプセルホテルだったんですね。急な出張の時とかはすごく助かりますね。それでいろんな方が泊まってらっしゃったんですね。なるほど。最後に箱型住宅にお住まいの、もしかして細園？また次回。